この番組はくつろぎと心のふれあいをお届けする日本タバコの提供でお送りします。自由を一つください。リベラマイルド、キングサイズ220円で新発売。好きな音楽の香りがします。満ちてくる味と香り、ピースライト。
を紹介いたします。まずピアノですけども、もうとにかく私の一番好きなピアニストでございまして、限りない可能性を秘めてるなんちゃって岩崎大輔をピアノ。そして、今日は何人か分かんない格好してますけど、ジョージ大塚さんのバンドでレギュラーでやっておりまして、今日はちょっと拝借してまいりました。もう最近心境著しい、ベースが鳴りまくってるという、ゴルフは下手ですけど、金沢秀明そして空慶岸田圭司をドラムス。私は中村誠一でございます。セブンスアベニューサウス&ブリーカーストリート、ジャズクラブスイートベージュ。ベジタリアンレストランとしてスタートしたこの店の新感覚は、音楽にも生かされ、ギル・エヴァンス、デビッド・マレー、レスター・ボーイといったアグレッシブなジャズをいつも聴かせてくれる。この店に集まるニューヨーカーたちの豊かな感性と彼らの食い出すタバコの煙は、やがてジャズメンたちをクリエイティブな演奏へと駆り立てていく。ピースライト、この豊かな味と香りはこの店の空気にゆっくりと溶け込んでいき、やがて香り高い時が静かに満ちてくる。ピースライト。Thank you.
どうもありがとうございました。それでは、最近作った曲でございまして、お風呂の中でできた曲でございまして、お風呂の中ではもう延々とメロディーができまして、すごいと思ったんですけど、お風呂を出たら16小節しか覚えてなくて、この先続けたいんですけども、もうお風呂を出るとどうしてもなんかメロディーが何にも出てきませんね。まあ最初に出てきたメロディーだけなんですけど、サンバでプリメーロ、という最初のサンバという曲をやります。とんでもないです、楽しいです。何をおめでなんか4時間しか寝てないんですね。ちょっとね、急に撮影が大丈夫
4時間しかやってない。だからさっき聞きながらいっぱい水飲んだので眠くなって寝ちゃダメだ眠たくなっちゃった僕はね、最初に会った時はね、何を隠そう20年ぐらい前だったよ。ゴールデン街、新宿の今消えようとしてる、はい、知ってるでしょ。知ってます。ゴールデン街に僕と山下洋介と鈴安坂さんの3人でね、飲み行ったの、うん、それはね、なんで飲み行ったかっていうと、友達の結婚式の帰りにね、おめでとうのコーラスっていうのをね作って3人でやったわけ。フォーフレッシュマンみたいなやつを、うん、シャバルビルビルビドゥヤシャバルビドゥヤドゥおめでとうってのをやったわけよ。でそれがさ嬉しくてさ、どこの飲み屋でもそれをやってたわけ、うん、でそこにね、あの前田だよね、そう前田、前田に行ったらさ、トールと、それから唐十郎さんとリレー戦、うん、リレー戦ね、その頃まだいた頃、もうバリバリの頃で、ええ、そこで、ね、またそこでもおめでとうのコーラスやったわけ、うん、そしたらさ、根津がさうぜなやろういかげんしろって言ったわけ。それでね、あの2畳ぐらいのね、うん、こう ちっちゃなテーブルがあって、うん、でそこで飲んだこと、ですぐそ隣がカウンターでバーンって、うん、カウンターのところでやったわけ、背中でガガガ、うん、お騒ぎ、うん、うるせえな、日本人のくせにジャズなんかやるなって言うんだよおだからさ、うん、お前はこの野郎何やってんだって俺が言ったの、うん、したらさ、俺は芝居やってるっていう、日本人のくせに芝居なんかやるなこの野郎って言って、うん、喧嘩になりそうになったんだけど、まあまあってこの松の廊下みたいに剥がいじめ、そこまでの喧嘩になりそうだったんですか。いやもうこっちはもう劇団員の状況劇場のあれだから、唐さんのメールで、あ唐さんがやるって言ったんだよな、まあそんなようなもんでしょうね。そうでしょ。で本当はこの人はジャズあんま好きじゃないの、うん、いや好きじゃないってことないですけど、聞かない、聞かないっての好きじゃないいや聞くといい気持ちだなと思うよ。あそうだろ、思うけど、うん、本当俺は学生の頃はジャズ喫茶になってさ、ね、行くとさ、ね、ノート整理しゃべっちゃいけないんだよ ね、うん、傘とか飲み物をカチャなんてこともいけないんですよ。怖いですよね。あの上野に伊藤っていう喫茶店があるのに、うん、会話が全然できないっていう、そのジャズ喫茶でコーヒー注文するのどうするの。え怖いですよ。そこかかるのも結構コルトレンとかアルバートアイラーとかかかっちゃうから、ね、みんな暗くなりますよね。こんななりますよね。コルトレンで俺シャレあんのつまんないでさ、ね、ジョンっていう犬がいたんだよ、ね、で巻きこう投げてジョンコルトレンっつってどっちかになるよなんだよなコブちゃんはジャズは、もうジャズはうちの姉貴の影響なんですよね。うちにヤサっていうね姉がいましたね。ヤサからねブラスバンド部に入れって言われたんですよ。で同じ中学校に行ってたもんで強制的ですよね。でその頃ねすごく太ってましたからね、チューバ吹かされたんですね、いきなり見せ物みたいな体格で決められちゃう、体格で楽器決められてでエラ・フィッツ・ジェラルドがその頃姉がレコードを持ってましたね。それからもう怒涛のごとくジャズに流れ込みました、ね、最初に聞いた時どういう感じだった。なんだこれやと思いましたよ ね、 ね。チェッペリンとかその頃流行ってたんですよ、レッドチェッペリンっていうバンドが。だからみんなチェッペリンチェッペリンって言ってる頃だったのにね、ルイ・アームストロングなんて言ったらいきなり浮いちゃいますからね、うん、話合わなくなっちゃうから。だからまあそう表看板はチェッペリン、そしてだからルイ・アームストロングとかコルトレンとか聞き始めましたよ、ね、うん、なんとなくうちの親父にすごくサッチモがね近いあったかさがあったから、うん、なんだかテクニックとかすごくできてるのに道化物みたいなこと言われてたけども、すごくいい音楽してたから、あーかっこいいなと思ってね。お父さんジャズ好きだった。大好きでした。あらデューク・エリントンとかね、あ、すごく。あとオペラも歌ってました。誰が。え、うちの親父誰がなんとかのセレダーデとかね、モーツァルトとかね、ハイドンとかね、ハイドン歌ってた、芸大の近くでしたからね。あー上野な、そう別に関係ないんですけども、ね、でも音楽が好きでね、カラヤンとかね、うん、好きでした。大阪にカラヤンっていうこういう好きやがしゃあいやシャレしか考えてないから、いやいやいい、 いいんですね。セクシーな音がね、そうでしょ、セクシーですね、そうでしょっていうことで、うん、そういうの目指してるでしょやっぱり。目指してるっていうかね、そう気分入れてね、こうさ気分入れないとなんか何も出てこないじゃん、負け。
だから気持ち入れるじゃない、ふーっと気持ち入れるとほら自分の知らないフレーズが出てくるわけ、ジャズの場合ね。でそれが面白いわけよ僕はね。だからほら一生懸命、まあ、勉強もあんまりしないけどさ、勉強して覚えて、いや覚えたフレーズをね、これ落語と似てんだよ、うん、そのままプーって吹くじゃない、うん、そう面白くないんだよ、うん、なんかこう湧き出てくるようにこうしたいわけ、うん、だからそれにはね、あの気分入れるのが一番だ、うん、でも誠一さんが吹いてる姿、なかなかやっぱり音とかっこいいですね。そうでしょ、かっこいい、かっこいい、いやかっこいい、むちゃくちゃかっこいいですよ。ありがとう、コブちゃんが女だったらな、しかしな気分でコスモス。
Thank you.
ありがとうございました。ピアノは岩崎大輔。金沢秀夫ベース。空慶岸田啓司。私は中村誠二でございました。どうもありがとうさ。爽やかキャスタースペシャルボックス新発売。